はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のんちザワイズです。はい、今回は、ブギウギの第34話について話していきたいと思います。はい、34話、いろいろバタバタありましたが、結局スズ子は、残り、秋山大阪へ行くという感じで終わりました。木曜日の第34話、今回もね、わりかしツッコミどころが多かったかなという感じありますね。まあ、なんか疑問なところっていうと、その秋山勝手になんて言うんですか、大阪に戻るとかね、決めれるんだみたいなところがやっぱりちょっと気になりますよね。まあ、もちろんね、大阪からどっちか戻ってきてくれよって言われてたのはわかりますが、もうそれは時が経ったんじゃなかろうかみたいなね。そんなに簡単にね、あと男役から女役とかね、なんかいろいろ気になる。そしてね、急に、まあ尊敬はしてるけど、急に愛してませんみたいなね、まあそういうのっていうのは、まあ現実っぽいっちゃ現実っぽいんだけど、なんかドラマだとなんか順を追ってないとね、なんかね、変な感じがしちゃうなっていうところは、泣きにしもあらずという感じでしたね。あとダンさん、中山さんね、なんかちょっとかわいそうなぐらい気持ち悪い感じに描かれてしまいましたね。まあリアルっていうとリアルなのかもしんないけど、リアルってやっぱちょっと難しいのかな。ああいう人っていうのは結構いそうな気もしますけどね。まあでもなんかね、かわいそうだなと。ね、世界的ダンサーがダンスをあんまり見せずに終わっていくのかというところとか、まだ終わんないのかな、どうなの、まだ出んのかな。なんかちょっと気持ち悪いまま終わってかわいそうだなという感じはしましたね。あとはそのスズ子のね、急に善一さんとね、善一先生、羽鳥先生と一緒にやっていきたいからって言いましたけど、でも作曲家なわけですよね。でね、だって相手のっていうか、どこ誰にでも別に書けるわけですよね、作曲家っていうのは。だからその遺跡先の社長李十郷さんね、なんかちむどんどんに続き、なんかかわいそうな感じで使われてますが、別に全然羽鳥さんとの曲ね、買収というか、別に曲作ってやればいいよって言えばいいですけどね。そんな松永さんの方がいらないんだったら松永さんいらないとかね。まあちょっと違和感があるね。でなんかそういうスキャンダルみたいなの急にね出してきて、いやいや、もっといっぱい調べてね、スカウトしてんでしょって感じが今すごい浅いというかね。まあね、急にあんな態度取られたらやっぱ行かなくてよかったねってなっちゃうよね。まあ松永さんもね、気の毒というか、なんていうかよくわかんないね、という印象ですね。まあ今回も、まあでもね、そんな細かいことはね気にせずにね、見た方がいいんでしょうけどね。
なんかね、本当にそのペアじゃなきゃダメだなっていう感じが描かれてないんでね、一曲しか聴いてないんでね、二人がどんな風に過ごしてきたかっていうのが全く描かれてないんで、その絆もよくわかんないな。でもって言うと、お母さんのためにね、お金が必要だっていう大前提がなんかこう抜けちゃってるっていうのもね、おかしな話だなという感じですね。まあ明日あたりいろいろ分かってくるかもしれないですからね。まあドラマっていうのは最後まで見ないとね、分かんないですけどね。はい、そんな感じで本日も楽しませていただきました。はい、私 D ナンチザワイザー11月24日金曜日に、キャプテンカウのライブがありますので、ぜひ皆さん遊び来てください。ねえ、年内あとちょっと12月とかね、忙しいでしょうから、11月のこの機会を逃さないようにね、来ていただきたいなと思います。あの、映画で、あの、トム・ハンクスの、オットーという男っていう映画があるんですけれど、まあ、ある映画のリメイク版って言っていいんじゃなかろうかっていう感じのドラマなんですけれども、ああ、この秋の夜にとても合う、いい、見やすいドラマなんじゃなかろうかと思うんで、皆さん、あの、なんだろう、あんまり刺激が欲しくないというかね、とはいえ、なんか心がちょっと温まりたいな、みたいな方にはね、とてもおすすめな映画となっております。なんか桑田佳祐さんもおすすめしてるっていう情報がありましたけども、まあ本当かどうかわかりませんけど、でもまあ、なんて言うんだろう、誰が見てもまあいいんじゃなかろうかと思いますけどね。星が 4.5 ぐらい、ここ中 4.5 ぐらいみんなね、ああよかったーって言ってるような評価を受けてる映画なんで、いいのではなかろうかと。なんか4ぐらいだとね、結構怪しいよね。4ぐらいだとまだまだ人によるかなっていう感じはありますよね、星ってね。ということで、あの、星が2とか3とかだともう怖くて見れませんよね。2時間ぐらい撮るからね、映画はね。怖い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 。ね。はい、そんな感じで、11月進んでまいりましたね。皆さんが体調を崩してないといいなと思っております。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。バイ。